すごいパワーで引っ張られる感じです。今回は TDR125 を紹介したいと思います。ちょっとレアなバイクです。あれです、はい、これです、これです。これ 125cc ですよ。原付き西です。ボリューム満点ですね。この TDR125 は、まあ、正規に流通したモデルではなく、逆輸入車または輸出車として販売されたものです。なのでご存知ない方もいるのではと思います。TDR といえば TZR250 と同じ水冷ツースト2気筒エンジンを積んだ本格的なデュエルパーパスモデルとして知られています。それのミニマム版で TDR50 や80もあります。この TDR125 は完全に250よりというか TDR250 よりもオイルベースや全長全高などが大きいです。まず TDR125 は80年代末期に登場しました。まあ欧州ヨーロッパですね、そこの市場向けに生産されたものです。作っていたのはイタリアのベルガルダヤマハです。ベンガルでもウガンダでもありません、ベルガルダです。チェントペンテチンクエ、ブラボーブラボー。なので日本の規制とか規格とは異なりますし、装備なんかも違います。ちなみにベルガルダヤマハだと、まあ、TZR125 のフルカール版 TZR125R なんかも日本では有名ですね。 TDR125 は大きく2種類に分けられます。1992年まで生産されていたこの TDR125 と93年以降の TDR125R です。今回紹介する初期型はリムスポーク仕様だったり、まあ、フォークブーツがあったりと、ヘッドライト以外はおおむね TDR250 に似ています。一方で TDR250R はデルタボックスフレームにキャストホイル、外観も大きく変わって、まあ、どう見ても TDM850 です。ありがとうございました。オーナーの小谷さんです、よろしくお願いします。なんでまたこれ買ったんですか？最初だから125の下駄代わりになるようなものを探してたんですけど、はいはい、まあ、見に行ったらやられちゃった感じです。やられちゃった。下駄代わりにしては全然大きいですけど。そうですね。実際もともと素性は知ってたんですか、この TDR125 の？いや、それまでは全然、手に入れてから調べてった感じですよね。外装の見どころは燃料タンクと一体のボディマウントカールです。ラリーマシンのイメージがムンムンに漂います。次は燃料タンク、これは樹脂製なので錆びる心配がございません。まあ、海外製だと多いですね。軽いのもメリットです。このエアプレーンキャップもレーシーな感じです。ラウンド型のデュアルヘッドライトが TDR125 の特徴ですね。まあそこを見に行った時にこのライトと目が合っちゃって、この子は連れて帰んなきゃっていう感じですね。はい、外装の裏には、まあ、A の刻印があるので、イタリアのアチェルビスが作っていたと思われます。エンジンはミナレリ製で 124.8cc の水冷単気筒です。ミナレリはイタリアのエンジンメーカーで、元通りミナレリ社のことですね。ヤマハ車両のエンジンを開発するグループ会社です。なのでヤマハパワーバルブシステム YPVS ももちろん採用されています。さてこのエンジン何馬力か分かりますか？なんと29馬力です。 125cc ですよ。ツーストとはいえ驚きです。でかいだけじゃなくパワーも硬さもすごいんです。やっぱりオートバイは絶対的な速さがないと楽しくないという感じがあるので、どうしても同じ排気量なら2ストロークを選んじゃう。ちょっとメンテは大変ですけど、部品も出ないし、一応140までは引っ張って引っ張って出ました、ね。TDR125 は先ほど2種類に分けられると言いましたが、エンジンはさらに細分化されます。この初期型でも前期と後期に分けられ、まあ、最初期型は28馬力、この後期型は29馬力になっています。そして TDR125R になるとなんと30馬力を発生させます。いやすごいですね。しかし1997年にイタリアではなく国内での生産にシフトされて、その際に約半分にパワーダウンしてしまいます。キャブレターはデロルト製の 28mm サイズです。ちなみに97年以降は三国の TM28 になっています。キャブレターなんかも皆さんトラブルが多いって聞くんですけど、うん、はい、うちのやつは全然そういうのもなくて調子いいんですよね。デロルトキャブが調子悪いというのはどういうことですか？そうですね、オーバーフローするとか多いみたいで、やっぱ作りがちょっと荒いところもあるので、はい、前後サスペンションはパイオリ製です。フロントフォークは整列タイプで、リアショックはモノサスタイプですね。モノサスの全長は440ミリくらいです。ホイールはスポーク仕様で、フロントが18インチ、リアが17インチと、これは TDR250 と同じですね。衝撃を吸収しやすいスポーク仕様で、まあオフロード走行を見越した絶妙なサイズ感です。
タイヤサイズは前100の90、後ろが130の80サイズです。後輪はやっぱり TDR250 より太いです。ブレーキは前後ディスク仕様と豪華です。ディスク径はフロントが 320mm、リアが 240mm くらいとやっぱり大きいです。注目はキャリパーがブレンボ製なんです。日本車での標準採用は少ないですし、まあ、カスタムパーツとして購入するケースも多いので、ブレンボと聞くだけでなんだかすごい感じがしますね。メーターは左から速度計、回転計、下側にインジケーターを配置。TZR や FZR のレイアウトと似ていますね。スピードメーターは 200km スケールです。そして真ん中にタコメーターがあるのがスポルトですね。初期型の後期モデルは9500からがレッドゾーンです。シート高は約 840mm です。身長 179cm としても、両足が、つま先がつきます。ハンドルは純正が結構ワイドで、まあオフロード車っぽい感じなんですけど、こちらはオーナーさんの手によって変えられているので、結構スリムに変更されています。シートはオフテイストでやや細身なんですけれども、三角木馬張りに苦しいわけじゃなくて、座り心地はそんなに悪くありません。フラットな形状なんで、このように前後に動かしやすいのもポイントですね。うわ、速い。これ速いです、すごい。6000回転ぐらいからもモン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 って、さっきトルクが薄いってオーナーさん言ってたんですけど、全然そんなことなくて、125でこんだけパワーがあるのは面白いですね。ただトルクっていうよりはもうパワーでぐんぐん引っ張っていく感じ、これはめちゃくちゃ面白いですよ。あー、でもコーナーで寝かすのはちょっと辛いかもですね。重さがあるんでずしんと、でもね、そんなの関係ないぐらいね、パワーでグーンと持ってくる。例えるなら、精神と時の部屋で修行したトランクスが本当に強くて、僕は父さんを超えてしまったって言って、本当超えちゃってセルをワンパンで倒しちゃった感じ。姿勢は立ち気味なんですけど、ニーグリップもすごいスポッとはまって、なんだろう、本当にアップライトなポジションのレーサーレプリカ、スポーツバイクみたいな。でもこういうコーナーはちょっとね、タイトコーナーは倒し込みと立ち上がりに癖があるというか、やっぱ重いんで車重が、ちょっと寝かし込ませるのがちょっと苦戦するかなっていう感じですね。あの、立ち上がりでも少しもたつく感じがします。あ、なんかね、こういう林道チックなコースも TDR125 なら似合いますね。引っ張るのもね、面白いんですよ。アンダーパワーをね、全部使い切って楽しめるっていうのは 125cc ならではですね。で、6速ミッションもこう全部使い切れるっていうか、あー、これは面白いですわ。いやー、僕の知る限り市販車の125クラスでトップ5、いや、トップ3に入るぐらいの楽しいパワーじゃないでしょうかね。この TDR125 および125R は93年頃からレッドバロンが輸入販売していたということもあって、レアモデルの割には国内での流通量はそこそこあります。ただ値段がピンキリで、不動車でも10万円以上、実動備品だと5、60万円も余裕でしょうか。メンテナンスに関しては、実はオフロードバイクの DTK がベースになっていて、共通部品も多いので、まあ、根気強く対応すればなんとかなる場合もあります。小谷さん、これからリフレッシュしたいなと言ってましたね。エンジンがなんか確か4万キロ？もうほぼ4万キロです。4万キロ。自分がやったのはクランクシールしか変えてないので、多分もうピストンリングとかもピストンとかも交換時期には来てるんですけど、まあ何ですよ、部品がちょっとないので、その辺がちょっと苦労するところですね。なるほど。はい、だクランクベアリングなんかもそろそろまずいかなという感じはしますね。でもあれは行くとき突然行くので、はい。まあ多少なりとも知識あったり整備なりの心得がある人じゃないと。そうですね。それか2ストロークが得意なバイク屋さんの知り合いがいるとかがないと、簡単に手出すのはどうかなっていう。まあでも気軽に乗れるとは思いますよね、うん、はい。このデュアルパーパスというかアドベンチャー的なルックスは好みが分かれるところだと思いますが、アップライトなのに速いっていうのはやっぱりロマンを感じずにはいられませんね。